ピッピン二世、またはピピン王はアックイタニア王。アックイタニア王ピッピン一世とマドリエ・ハクテオドベルトの娘インゲルト・ルードの子。ピッピン一世の死後、貴族たちはアックイタニアの帝国からの独立を守るため15歳のピピン二世を王に選出した。しかし彼の祖父の皇帝ルートビヒ一世は彼の息子シャルル二世をアックイタニア王とした。というのも、 ピピン一世は832年に、父ルートビヒ一世に反乱した際に、アックイタニア王位を名目上奪われていたからである。これ以降、ピピン二世とシャルル二世は王位をめぐり長きにわたり、争うこととなった。ルートビヒ一世は、アックイタニア貴族に対し、ピピン二世に、統治の技術を教えると称して、彼をアーヘンに送るよう要求したが拒絶された。 ルートビヒ一世の死後、841年の、ホントノアの戦いでは、シャルル二世、ルートビヒ二世の連合軍に対抗し、ロタール一世に味方した。ピッピン二世はこの戦いで、シャルル二世を破ったものの、ロタール一世がルートビヒ二世に破れたことで、大勢が決してしまった。ピッピン二世は、アックイタニアに戻り、シャルル二世との交想を継続した。四十四年。 ピピン二世は、ヤール・オスカルという探検家の率いるバイキングを味方につけようと彼らがガロンヌ川をトゥールーズまで登っていくのを案内した。しかしこれは、ピッピン二世にとって致命的な失策だった。バイキングたちに略奪に適した土地を安やす,やすと偵察させてしまったのである。四十五年、ピピン二世は、 皇帝の陣営から離脱してきたボルドーハクセガン2世を迎え、バスコニア公として彼の三種二世に対する戦いを支援した。三種二世はピピン二世の父ピピン一世の敵でもあった。アクイタニア最大の都市であるボルドーは、この時、シャルル二世が抑えていたのだが、これが不満を募らせた市民やユダヤ教と、ピピン二世に対する抵抗勢力などの手引きによって、847年に、 ヤールをスカルによって占領されてしまった。元から酒に溺れたいだな生活を送っていたピピン2世は、ボルドーを伊京都の海賊に奪われたことで848年までに完全に支持を失った。この時、ロタール1世の宮廷にいたピピン2世の弟カールが、アックイタニアオイを求めたが、メーヌハクビリアンに捕らえられて、シャルル2世の元に送られ、修道院に入れられた。 851、2年、ついに、ピピン2世は、三州2世に捕らえられ、シャルル2世に引き渡された。彼は、ソワソンの三メダ修道院に入れられ、三州2世は法相として、ガスコーニュ公の地位を得た。この頃、シャルル2世と戦っていた東フランク王ルートビヒ2世は、息子のルートビヒに、アックイタニア王位を請求させた。ルートビヒ3世はリモージュまで進軍したが、 855年に引き返した。この混乱の中で、ピッピン2世は854年に修道院を脱出し給料の一部を回復した。シャルル2世は、ロワール渓谷を抑えて、ポワチエ、アングレーム、ペリグー、ディモージュ、クレルモン、ブールジュなどを荒らし回るバイキングに手を焼いており、ピッピン2世を鎮圧するどころではなかった。864年。 ピッピン二世は自らバイキングに参加した。彼がキリスト教を捨てオーディン崇拝をはじめ、バイキングの一員のように暮らしているという噂が流れた。彼はバイキングのトゥールーズ襲撃に参加したが、結局864年の後半に再び捕らえられた。ピトル直霊で完全に地位を剥奪されたピッピン二世はサンリスで投獄され、ここで亡くなったと考えられている。 ありがとうございます。